よし、食べよう。もう7時半かよ早いな、時間が経つの、休みの日は。よっしゃ、はい。というわけで、はい、どうも、パテムス協会でございます。まあ、本日も買いすぎました。ナゲット、なんかこれ、チキンタツタとご飯タツタのセットのやつ、はい。でこれラムネシェイクで、ナゲット5のポテト L、 ドリンクはスプライト2にしました。でポテトを1つ食べましたけども、改めましていただきます。シェイクが飲もうかな。うん、あ、ラムネや、確かにラムネや。とにかくちょっとこっちから酒を入れていこう。もうこれはもう晩飯兼用ですよ。ここまで来たらもうこれからまた晩酌することはもうないだしこの動画は明日あげよう。晩酌動画も食べたいよ。うん、あ、乾杯。まあ、念願のご飯タツタからいただきたいと思います。もうこれタツタ制覇ですね。先週あの明太マヨ、明太チーズ食べましたね。初めてのご飯タツタ、いただきます。うん、うん、うまい。このためだけに今日は夕飯にこの時間まで待ったみたいなもんですよ。一回食べてみたかったんで。晩飯とマクドナルドは、ね、あんましたくないんだけど、今日はもういい。美味しいです。焼きおにぎりで挟んじゃうって感じ。うん。なんかタルタルみたいなのも挟んであるのかな。うん、それっぽいのも、なんかマヨっぽいなんか挟んでますね。でナゲットのソースはマスタードにしました。はい、まあ、いつもマスタードです。まあいつも言うほどいつも変わらないんですけど、今ナゲットは。うん、久々に行くのうまいな。暑かったな。もうエアコン一日つけっぱなしでしたわ。月曜日なんですけどね、月曜日のことなんです。うん、今日も車で帰ってきたら、甥っ子が出てきてポテトを2本ほど与えておきました。今回は警戒することなく食べてましたね。うん、うん、これはうまいと思います。モスバーガーのライスバーガー食べたことないんで比べようがないけど、うん、めちゃくちゃうまい。うん、これとこれが合わないね。お茶の方がいいかなと思うね。ウーロン茶とスプライトの人でよかった。人でよかったね。両方ともウーロンハイとスプライトサワー、スプライトハイできたもんな。次も味変わらんやろか。チキンタツタやし。
さすがに先週明太チーズ食べたから、もう普通のチキンタツタええかなと思ったんやけど、やっぱり食べとこう思って、エビフィレを諦めてね、チキンタツタにしました。ラムネシェイク。なかなか夏っぽいですね。チキンタツタいただきます。普通にうまい。このパンが独特ですよね。チキンタツタ用のパン。なんかが違うよね。ふかふか感があるし。もうこれで当分マクドナルド行くことはないかもしれない。うまかった。この辺はもう晩酌の楽しみやな。晩酌というかゲームしながら食う楽しみですね。チキンタツタはいつも通りの美味しさ。ご飯だったわ。ぜひとも一回食べてみてもいいんじゃないかなっていうね、おすすめ。他のご飯バーガーを食べたわけじゃないからわからんけど、美味しいなと思いましたね。シェイク S でもよかったな。もうだからクーポンでやってしまったからな。M になってた。これは多分2人用やね。氷溶けてくるし、これに入れとこ。よし。さあ、まあだけど晩酌をこれでせえへんやったらまだ8時前なんで、
この後も有意義に使えるな。夕方まで撮影してたゲーム動画を編集して、シャワーを浴びてダラダラします。というわけでパチモソ協会でございました。ごちそうさまでした。あとは飲みながら食べます。またね。